聖合流は、水早長左衛門信正が開いた、居合の流派。聖合流とは、聖合という名の僧からを学んだ、水早長左衛門信正が開いた流派である。水早長左衛門は、京都の人で、豊臣秀吉に仕え、後浪人して、摂津に従したと伝えられる。聖合流二代目、梶原源左衛門なおかげは、水早より聖合流を学んだ。また、 朝山はじめ電流保守、竹内流保守、南馬流、一無流、川上流保守を収めた。梶原直影は門人に対し各流派ごとに伝承を出していたが、後に聖合流を中心に所流のつてをまとめた。雑誌、極意の記事によると、空手家の藤本貞治は、小竹道東正界という団体で戸だという師範から、聖合流の柔術を学んだという。記事では、 切り紙以上のものに伝授される保守五本を紹介している。相手が対等しているものとして常に右手を使わせないことを眼目としているという。また、倒れかかってくる相手を半座の姿勢で受け止める鍛錬法や米を入れた袋に当て身をする稽古などがあった。藤本貞春が学んだ聖合流のつて系は不明である。数多くのつて系が存在したが、その一例を記す。 ありがとうございます。